皆さんこんにちは。オンライン国土学ワールドへようこそ。ちょっと今の教育がですね、まあ、偏差値進行に歪みすぎてるんではないかというような気がして仕方がないんですね、でそれが昨年の1月東京大学の赤門の前でしたかね。そうですね。で優秀な高校生の子が東大の医学部に入れなくなったような偏差値が示さなくなって、で結局死傷事件を起こしてしまいましたですね、あれは本当にかわいそうで、あの子をそこまで思い詰めさせたものは何だったのかというのはちょっと我々も冷静に考えて、反省すべきところは反省せんといかんのではないかとこのように思うんですね、で一言で言うと偏差値偏重主義になっちゃってるんじゃないか。で特に東大の医学部はですね、極端な、まあ、偏差値ですね。私らの頃は偏差値という言い方はなかったんですけども、模擬テストで全国で第何位とか成績を示さないともう入れない学部であったことはもう間違いないんですね。でそれがこう偏差値が入ってくることによってさらにこう研ぎ澄まされるような感じになってきて、特別の偏差値を示す子でないともう入れない、もう偏差値が上がりすぎているんです。で偏差値上がりすぎるということはですね、偏差値上げるために他のものを切り捨ててきているということなんですよ。でこのことをちょっと今日は辛坊さんと話してね、でそれでいいのかと、そんなに切り捨てちゃっていいのかと、それは社会に役立つ能力というものをこう切り捨てさせているんではないかというようなことを考えてみたいと思うんですね、この事件が起こった後に作家のですね、冷泉明彦さんという方がですね、こういうことを言っておられるんですね。18歳という高い年齢まで日本の高校の指導要項の範囲内で必ず答えがある問題を紙と鉛筆で解くという極めて幼稚な作業に縛り付ける、この点が大きな問題だと思うんです、こう言っているんです。必ず答えがあるんです、私が一番悪い言い方で言うとですね、人より早くたくさん覚えて人より早くたくさん思い出す、その能力が問われているのが偏差値だとこう言っているんです。でそれは言い過ぎだという人結構いると思うし、東京大学なんかの入学試験問題見てても決してそれだけでは形容できないものが含まれていることは確かです。確かですけども、偏差値というのは所詮今この冷泉さんの言葉を紹介しましたようにそういうもんなんですね。それで彼はですね、こういうことを紹介してるんですね。アメリカのカリフォルニア工科大学に入るためには学校の成績内申書とか、アメリカの統一テストですね、いうような点数だけではダメで、科学者の卵としての研究テーマと仮説を持っていることが最低条件だというわけ。最低条件だから、そういう試験も課しているんですね。東京大学の医学部の偏差値がこれだけ上がってもう数十年にもなるのに、残念なことにこの医学部からノーベル医学賞を取る方が出ていない。で本当に天才を集めてるんだったら出ないとおかしいというふうに思うんですが、この冷泉さんの言うように科学者の卵としての研究テーマ、研究テーマを自分で見つけないかんですからね、研究テーマとその仮説というものを持っているということが条件ですというような試験になっていない。こんなこと言うとお前に言われる筋合いがないよと言われるかも分かりませんが、東大の医学部は入試の方法を変えるべきだと思いますよ。仮説を提出できる能力を見抜くことが大事だとこのように思うんですね。これだけの高い偏差値を身につけようと思うとですね、幼少期からこの偏差値が上がること以外の関心分野を捨てていかないかということになっていると思うんで、普通の人はですよ、もう天才中の天才は話別ですけど、もう普通の人はそうだと思うんですね。医学部に子供を入れたという方のその受験体験記みたいなやつを読んでも、恋愛は絶対のご法度でしたみたいなことを言ってるわけです。だけど16、7、8ぐらいでですね、人が好きになる、好きになって一日ぼーっとしてるというようなのもですね、これ人生経験としては結構大事な経験の人とはどういうふうに思うんです。それから美しい自然に触れたりいうようなことも非常に大事で、でそんなのはもう大人になって30、40になってからではもう身につかない感動
というものがあるんですね。でそういうものを全部そぎ取らないとこれだけの偏差値は達成できないというんですね、まあ、受験体系金の方もそう言っておられるわけです。だからもし長編小説だとか、はい、あるいは哲学だとかですね、うんうん、いうようなものにのめり込み始めたら、うん、受験を目指しているお母さんやお父さんから見たらとんでもない話だと、こういうことになると思うんですね、はい、感性を磨くという作業を全部そぎ落とさないかわけです。でそれが非常に残念なんですね、うん、必ず答えがある問題を人より早く人よりたくさん思い出すという能力が問われているんだ、うん、ということは他の能力をこう枯渇させているというわけです。でこれではねノーベル賞取れないかもしれない、うん、というのはですね、これ私が言ってたって説得力全然ありませんが、山本久志というですね、はい、化学者がおられるんです。これは今でもノーベル化学賞の候補の一人に上がっているぐらいの人なんですよ。だからすごい業績のある方、はい、でこの方とか数学者で、あの藤原正彦っていうのはご存知ですよね、うんはい、この二人ともがですね、日本人がなぜノーベル賞を取れるかということを言っておられるんですよ。でそれは日本人の感性だと言ってるわけです。感性、感覚です。これはおかしいなと思うからなんでというのに追求だ、その感覚があるかどうかがそのノーベル賞級の研究ということになるとそれが絶対不可欠だとこう言っておられるんですね。で、あと今の私が言ったその特別級の偏差値を求めるというのはですね、この感覚を削ぎ落としていっているわけです。いうことだからなかなかダメなんじゃないかとこう思うんですね。それともう一つ、この冷泉さんがおっしゃったテーマと仮説を持っていることが大事だとこう言いましたけど、これ非常に大事な指摘だと思いますのはですね、社会に出てから必要とされる能力の話なんです。で社会に出てから必要とされる能力は答えがある問題なんて一つもありません。会社を経営していてもですね、これから我が社はどういう商品開発をすればいいかなんてですね、どっかに答えがあるわけじゃないです。試行錯誤で探さないかというわけでしょ、はい、そういう考える力というか、感じる力というものをそぎ落とされてしまっている。これ言うとまたお叱りを受けるかもわからないんですけど、経営者の多くがですね、偏差値競争の勝利者、ああいうような方がなっているわけですから、企業なんていうのは本当もう全てが試行錯誤ですよ ね、 ですね、答えはない、はい、そういうところでなかなかだからうまくいかない、うん、最近の大企業の小事案ですね、次から次にこう有名大企業と言われているような企業がほとんど全部並んでるような感じでしょう、うん、つまりあんた経営できてないじゃないの、うん、といったような状況が続いているというのもですね、偏差値進行の悪影響が現れているのではないか、このように思うんですね。だからもう少しこう冷泉さんが言われたような幅の広さというんですか、うん、なるほど、採点する側は容易じゃありません、うん、公平に採点しようと思ったらですね、研究テーマと仮説を提出しろと言ってこれ甲乙つけないかわけですから、確かに、まあ、非常に難しい、そうですね、難しいけれども、うん、やっぱりそこのところにこう挑戦しないことにはですね、うん、次の世代を担う人間が育たないのではないかというふうに思うんですね、うん、日本人は、まあ、研究費が下がっているからノーベル賞を取れないんじゃないかという人が来られて、それはそれで当たっていると思います。これだけ研究費をケチっちゃったらですね、なかなか研究できない。でまして基礎研究なんてのは10回バッターボックスに入って1本ヒットを打てるかどうかというぐらいのもんですからね、だから9回は失敗してるわけですよ。でこれは企業でそれをやそういう研究開発やれたってそんな無駄遣いはできませんと言われる。それができるのは国しかないんですよ。で国がケチってでお金を出さなければ、うん、研究が成り立つわけがないですね、うん、偏差値至上主義いうのからこの国が脱却できるということが、うん、まあ、非常に大きなテーマになってきているんですね。その象徴がそのあの事件でありですね、うん、それからその象徴が東京大学の医学部である、うん、こういうふうに思うんですね、まあ、東大の医学部だけじゃないですよ、とんでもない偏差値要求してるのは、その頂点にあるのが東大の医学部であることは間違いないというように思うんですね。ですからこれからの社会で役立つ、社会で企業を経営する、研究をする、あるいは組織を動かすというような仕事をしていただかないかんわけですから、そういう能力とは何なのかということをよく考えてですね、でそこにはやっぱり感性というものがついている。で、日本人はその感性というのはですね、比較的他の人々に比べてもですね、優れたものを持っている
わけですよね。感じる力がものすごい強い、はい、それを随分残してきていますよね、いうようなこともあるわけですから、我々は少しこの触れすぎた偏差値進行から戻さないか、うん、で去年のあの事件はですね、それのその継承をですね、カン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 と鳴らしてくれている、うそういうもんだというような理解をしないといかんと思うんですね。辛坊さんはお子さんがいるから、はい、これは結構身近な問題として、本当にそうですね。息子も中学受験っていうところで、まあ、こうやっていこうっていう感じなんですけど、もちろん基礎的なその学力っていうところと、いろんなことを勉強していく、で、あ、こういうものを知ってるだけで何か不思議に思ったりとか、謎に思ったりとかっていう、なんかそういうもののきっかけになるものをたくさん頭の中に入れておくってすごく大事だなって、あの日々なんか感じるんですよね。もっと全体的に、うん、なぜって思えるその力みたいなものをたくさん評価してくれる社会になっていくと、またちょっとずつ変わっていくのかな、なんていうことも日々感じたりしてますね。いや本当にそう思いますね。偏差値に走りすぎるということは、つまり多くのものを切り捨てさせるということになるんだよ、ということもよく分かっておかないかと思うんですね。この冷泉さんもおっしゃっておられたけど、18歳という高い年齢というようにですね、18歳といえば江戸時代で言えば全部 男は元服してるんですよ。もうこの何年も前に元服してるんですよ。で、成長がはるかに早くなっている現代なのにですね、18歳まで縛りつけていることの方が問題だというように私は思いますね。ぜひ我々はもっとこう心広くですね、感性豊かな次の世代を育てたいし、持ちたいもんだというように思いますね。我が国の問題の多くが、まあ、こういう偏差値偏重というところから来ている部分があるんではないかと私は思うんですけど、聞いておられる皆さんどう思われます？少しは偏差値偏重からですね、離れてみようじゃありませんか。